どうも、ピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ビンゴ !#2YCCC ということで、このコースに入る前にちょっとした感動ストーリーをお話ししたいと思います。このトロールを作った制作者さん、ヘイドキティさんって言うんだけど、日本人のトロール制作者と深く関わりを持つために、わざわざ日本語を勉強してるみたいですね。いや、素晴らしい。アメリカの方なのにわざわざ日本語を勉強するって、日本人としてめっちゃ嬉しいね。でもやめとけやめとけ、日本人のトロール制作者なんてろくなやつがいないんだから。特にテルルさんとユートさんとドッペラボさん、この3人だけは関わらない方がいいよ。めちゃめちゃ失礼。まあヘイドキティさんも含め、日本人のトロール制作者っていうのは本当に素晴らしい方ばっかりだから、ぜひ日本語の勉強頑張ってください。それじゃあ早速やっていきますが、クリア率は 0.76%。 いや僕ね、ヘイドキティさんのコースクオリティが高くてめちゃめちゃ好きなのよ。ただバグを使っててコースをすぐに消しちゃうから、なかなかダウンロードができないっていうね。もしこの動画を見てたら伝えたいことがあるから伝えていいかな。ヘイヘイドキティ、コースプリーズ。開幕バグ放題。なるほどね、コースじゃなくてバグの放題をくれると、そういう人なんだね、ヘイドキティさんは。なら、コースが送りたくなるようなめちゃめちゃ面白い実況っていうものをしていこうじゃないか。ちょっと今のなし。この最初の中間ポイントの意味何なんだろうな。ってことは実質1個でそんなに長くないコースなんじゃないかな。わからない。いくら考えても最初の中間ポイントの意味が全くもってわかんないぜ。じゃあパン乗って左から上に進んでいこうか。そしてこのハテナは何なんだろうな。もう何も叩くな、ピオキング。ハテナブロックは大体罠だっていうことは分かってんだ。でも気になっちゃうよな、これは何ですか。引っかかるか、そんなの。落ちろ。もう俺は絶対に何も叩かねえ。もう取れたかどうか知らねえよ。このオープンは何が出るんだ。何でもかかってこいよ。ガビャー。ただただうるさい実況にやってるって。僕はね、もうちょっと落ち着いて語彙力たっぷりの実況にやっていきたいって本当に思ってるのよ。でもみんなが実況を求めてる。だからみんなのせいなんだからな。みんなのせいで僕は喉を痛めてるんだからな。ここはなんだ、魚。分かった分かった、このコースゴールするまでにあと1回でも引っかかると YouTube。 いや無謀すぎたわ。ちょっと変えさせて、あ、このドアに入るまでにしよう。2分の1なんじゃない。右か左かでこのリンクを取れっていうことでしょ。頼む、2分の1。 YouTube 人生がかかってるんだ。右で信用してるか。なんだお前は。さあ引退から帰ってきたね。1分間約2秒。じゃあこのドアに入っていこうか。なんか閉めれてるよ。大丈夫大丈夫、全然間に合うさ。あの亀吉は何もしてこないよ。そしてここは、あ、なんか書いてるね。ドントゲットシーピー。え、チェックポイントを取るなってこと。取らなかったらこの先進めるみたいな。え、そんなことある。このハテナは何かい。さあ最初からやり直してるんだけど、この中間ポイントを取れたってことか。そのために上に隙間があんのね。でこの土管に入ったら中間ポイントは取らないで先に進めると。でこっから絶対まだ変わってると思うよ。オンオフが違うってことだもんな。いや、大逆転。あっ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 。面白いじゃねえか。分かってたからね、さっき何か変わってるんじゃねえかなって言ったじゃん僕。だからこれは実質引っかかってないのと一緒さ。ここはガボン襲ってくんのか。何が変わってるんでしょうね。ここはおりゃー、見たきゃ。そのあはははって言うのやめろ。犬かお前は。ここも何か変わってると思うよ。ジャンプして右に行かない。これで大丈夫ない魚さ。ハテナを叩いた時に右にバブルが出てくるのも見えたんだよな。だから真ん中の方に寄っておく。一旦バブルが過ぎ去るのを待っておこうか。さようならだバブルよ。もう二度と俺に近く。ハテナを叩く。でバブルが通り過ぎた瞬間、ここから右を進歩でいいのかな。ダメー。もう左下からダッシュしようか。そしたらドクロリフトが抜けられる。オッケーオッケー。でここの出方は絶対に変わんないと思うよ。中身も変わってないと思うから、この場所に置いておいたら大丈夫だ。よし、危ねえ。あいつ急に左来やがる。お前はまたダダダダまたか。ドアから出たら何もするな。それで問題解決さ。このバネもしっかりと避けておこうか。でこれ早く左に行かなくちゃいけないんじゃない。また変わった。出して。ならゆっくり進んでっていいんですか。このオンオフブロックによって閉じ込められるとかそういうことはないのかな。ほらこういう風になったじゃんか。というのもつかの間進んでいきましょう。なんかキモくない今日の喋り方。
なあ、そこのレディーたちよ、教えてくれ。今日の僕はとてもイケてるということをコメントを待ってるぜ。で、先に進んでったらゴーアップって書いてるけど、上に進めってことかな。ドアもすげえ気になる。チタかなんか出るんじゃない。情けねえ。この扉の先に入るのが怖いよ。でも入るしかないよな。中間ポイントがあるじゃねえか。あの中間ポイント取るまでにあと3回引っかかる自信しかないで。すげえ弱気。まあこんな弱気になっちゃいけないよね。もうさっさと取ろう。デカ記録を取って中間ポイント取ればいいだけの話なんだ。さらー、やばいって。このままだったら本当に3回引っかかって有限実行しちゃうって。デカ記録を取った瞬間上をシッパーでツタン捕まる。いや、これは取れるでしょ。2回で済んだんじゃない。たぶん取れるよな。みんな、この中間取れたら僕の勝ちでいいかな。さあ、中間ポイント取る。いや、待てよ。中間取ったらいけないっていうパターンもあるかもしんない。またこの恋はなんだ。いいね、懐かしいね、なんかこの感じ。上の派手な何それ絶対来るんだよ、この先。やっぱり中間ポイント取ったらダメですよ、みたいな。じゃあここも早く右に行っちゃおうか。早く右に。おい、なんだこれは。握り進めるじゃねえか。なんかあるんだよな、ここに。もうこんなのわかるか。これは引っかかるって。さっきなかったじゃんね、あんなところに隠しブロックなんかさ。隠しブロックって言っていいのかな、あれ。次は暗闇か。なんだお前、暗闇なんて途中から面白いもん持ってくるじゃねえか。じゃあドッスン避けておく。バレオヤシャー、すごーく右に行きます。そしてドッスンできるだけ避けます。このハテナブロックはただのコインです。上に行けばいいのか、それとも下に行けばいいのか、僕は真ん中に行く。いや違うんだって。これで一番下が違うっていうのは分かったね。いや真ん中が一番気になるところなんだよな。このハテナブロックは何もない。じゃあこれをヒップドロップしていけっていうことかな。一旦しててみようか。やろやろやっほー。真ん中で合ってるっぽいね。上から行ったらパックを越せませんよ的なことだと思うから、カローの甲羅捨てていこう。でこの先またなんか来るんじゃないのか。おぶねー。見た、今ちょっと当たってんじゃないの。この先のさ。いや、ついてるついてる。こっから俺のターンだ。さあ、これはどうすればいいんだろうな。左パウ、クッパを刺すやつかな。このパウの意味がまだよく分かってないんだけど、左の土管入っててみようか。あ、入れんばい。右に入れたね。じゃあこっちが進むべき道みたいだ。左にブラパが出てきてるけど、右のメットを蹴った終了。蹴った瞬間絶対落ちてくる、あの石やじ。勝ててもいいね。だから蹴った瞬間すぐ左に逃げるみたいだ。え、落ちてこないの。もうそういう時に落ちてこいって。なんか来てほしい時に来ないよな、マナって。じゃあこのピンコインは特に何もない。じゃあ上のパウを発動しろっていうことなんじゃない。なんかこれ貫通してんだ。ちょっと待って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 、落ち着け落ち着け俺。いや落ち着いた落ち着いた。でこれはずっと P スイッチが鳴ってるな。ってことはこの土管に入れっていうことなんじゃない。で先に進むべき。いや待って、これさ、またバグで砲台が押し寄せてくるんじゃないの、スタートの時みたいに。この先は行けねえのか。じゃあこっちに行ったら中間ポイント戻しなんだね。うん、この先進めないの。うわ、またなんか押し寄せてくるんじゃないの。そうだよね。いや待てよ、ここで中間ポイント戻しが来たってことはゴールはそんなに遠くないはずなんだ。一旦左に行って右に行こうか。おあのバブル当たってない判定なんだな。でこのまま右にダッシュ。よし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 。そしてこれはファイヤーフラワーかな。いや違う、バブルだきっと。燃える。いや思いっきり断してたわ。こんなバグあんだな、ブロックをすり抜けるやつ。じゃあ石エイジを誘導しておいて溶かしてもらう。いやなんでそんなところに魚が出てくんのよ。石エイジを右にやったら出てくるみたいな。あの土管から出てきてんのね。でこのハテナブロックは何。口閉じろ。そういやこのコースさ、ヘイドキティさん、まあ、制作者さんが見てるかもしれないって言ったじゃん。まあ見てないとは思うんだけど、わざわざ日本の動画を。もし見てくれてたら日本語じゃ分かりづらいと思うからさ、次引っかかった何かを英語で言ってっていいかな。じゃあこヘイシリ、隠しブロックって英語で何。英語での隠しブロックは次の通りです。 Hidden Block。いやもうちょっと分かりやすいの来てほしかったね。タートルとかフィッシュとかストファーサーみたいな。ヘイブロック難しいって。
じゃあここ隠しブロックあったね。そしてあの出かけのことっていいのかな、出かけのこな USJ キノコね。USJ キノコってなんだ、楽しそうなキノコだな。やべえ、こんな間違い方をしたらまたコメントで可愛いピオキングさんって言われちゃう。もう照れるな、そんなことばっかり言われるの。なぜか可愛いって言われるの多いんだよな。やっぱり2個あったね、何個もあると思ったよ。でこれはいい、大丈夫、いやチビのまんまいけとかそういう感じなんじゃないの。いや大丈夫だね、間違い探しか、なんか最近多いような気がするな。左真ん中右どこが違うと言われて、あ、まだあんの、え、何個あんのこれ、めちゃめちゃあんだけど。一番右だけ違うじゃん、一番右行ってみる。あ、違う、でもさ、これやり直し聞かせてくれるみたいな。うわ、ここは隠しブロックない、こっちは、あ、ないな。あそこ怪しい、なんでここだけ砲台があんの。ここ行ってみようか、なんかここが正解なような気がする。合ってる、合ってる、え、これ合ってたらすごいんじゃない。6分の1か5分の1、あっ期待させんな。でもさ、ここ合ってそうな感じじゃなかった。ファイヤーフラワー取れっていうことでしょ、だからここでデカキノコを取ってどこでファイヤーフラワーが来るか。なるほどね、このファイヤーフラワー取っていけっていうことか、まあ、選択肢自体は間違ってなかったんだ。でチェックポイント2、チェックポイント2ってなんだろう。でキノコを持って、うわ嫌な予感がする、この隠しブロック。で、まあ、やっぱりあるね、で右もあるね。いやこっちはなんだ、頼むゴールで、何それどうリアクションすればいいの、ジャンプして当たるみたいな。右は進める、いけないのか、こっちは濃いんじゃねえんだよ、濃い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 、うわ絶対もうゴール近い、そんな匂いがプンプンするぜ。さあ、あのオンオフをした瞬間すぐ右に行こうか、それでゴールに、ケンソまたここか、まあ、何回見てもあれ、なんかさっきと違うくらい、もしかしてこっからゴールできますよみたいな。上は まだ僕は諦めちゃいないぞ、ここがゴールだっていうことだ。どうなる、トロール、うわすごい、ほらほら言ったでしょ、この方日本語勉強してるって。いや素晴らしいね。でゴールはヘイドキテー。いやでもね、今の罠マジで引っかかってよかったと思う。こう国を越えた何かあったね、なんか次こそ絶対に入る、あのドアに、ドアじゃない土管ね。さあこっからバネを避けてこのまま右ダッシュすれば土管に入れるんだ。オーケーオーケー。いやマジでゴール、まだゴールは、これは最初の場所じゃないの。いや絶対違うと思う、中間ポイント戻しではないと思う、ここで中間ポイントは取るしかないよね。左のブロックこれ貫通すると思ったらしないもんな。でこっから何が変わってるみたいだ、どうなんだ、え、なんか上行けるようになってない、いやマジで、もう近い、もう近いぞ、クマクラ行こうじゃないか、うわこれはなな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 、なってんだ、これ中間ポイント位置戻しなんかな、頼むこっから上開いて、そしたら僕はもうよし僕はもう何でもいいんだ、何になってもいいんだ、ミジンコになってもいいんだ、ミジンコみたいな生活をしようじゃないか。さあ右に行こうか、そしてこれなんか左リンク出してきてない、さっきブラッパ出してきたのだったっけ、え、リンク出したりブラッパ出したりキノコ出したりおかしいんじゃない。まあまあタイミングよく取ればいけるよ、このタイミングだ、え、いつリンク出すの、キノコ出す、そしてブラッパ出すでしょ、で次はリンクみたいな感じかな。うわどうしてんだろう、え、こんなに中身変えれることってできたっけ。まあいいや、とりあえずここで爆弾でオンオフを変えておく。で上から何が降ってくると思うよ、リシュエジとか来るんじゃないの、来ないのか。じゃあこのまま右に行ってあのリンクの場所まで一気に降りちゃおうか。いやいや降りる降りる、あ、上はダメなんだね、もう全て理解した、ここで爆弾を出しておいて右に行けと、多分これで先に滑るんだよ。オーケーオーケー。でこのブロックを壊して壊す必要はなかったのね、うわ絶対ゴールと思った。え、まだ意外と長いな、こう指出していいのかな、でもう一回出して何この音楽え、何ダメなのこれ、じゃあどうやって行けばいいのよ、ここ下のパウ、あ、こう爆弾で出してパウ発動できないから、うわ届かねえか、じゃあもう僕走っていくよ、頼むジャンプぐらいせ、今やられた時左下に床があったのが見えたんだよな、多分ここに足場があるじゃねえか。でこれどっちをかぶればいいのかな、多分これでいいと思う、ブラパ倒せた。でオンオフは
コンビニ何かある？なんもなさそうだな。陰で行ってみようか。ここに何かある。そして上よしよし、これ絶対来たよ。左下なんかヒントになってんじゃない？あれ何も意味はなさそうな感じだけど、ハテナブロックが一つだったね。頼む、ゴールよ。何も見えない。この先どうすりゃよかったっけ。ジャンプしとく。ジャンプしても何もない。今挟まれてた。あ、なるほど、ここ右のピードまで入ればよかったのか。そしてこの先ゴールやるの分かるよ。僕にはやめるんだ。もうゴールのことは忘れよう。言っときないと思った方がいい。このコースにはゴールなんてないのさ。あのローチコイン絶対罠だろ。ブキブキ。ここさ、急いで行けっていうことなんじゃないかな。多分急いで行かないと間に合わないよな、左の方まで。だからここも左ダッシュして先に進んでいく。なんか嫌な予感しかしないと。ここは違うポイント戻して。いや、ちょっと待って、戻れる。あ、戻れるね。頼む、僕を。嫌だ、嫌だよ。こんなのもうでかくもしなくていいって。宇宙どうしよう。いやー、誰か僕を。え、ジンシー、これワンチャンあるんじゃない。よしよしよし、頼む、ゴール、実はゴールですよみたいな、そんなダイヤリセカー。もう壊れそう。あ、わけ難しいってやったらどうにかなっちゃうぞ。もう今日一発マリオ戦でよくないかな。この先なんでスネークブロック頼む。でも何もしない。よしよし、いい子だ。鍵なんてねえす。マリ、鍵を持ってかい。まあまあ右の動画に入って鍵を持ってこいっていうことなんじゃないんですかね。もうやだ、もうやめる、もうこのゲームやめる。ホールの爆弾、爆弾を持ってあの土管の上に行けっていうことなんですかね。ちょっと分かんないから、そこまで行くね。で、さっきの場所はこの場所だと思うんだけど、爆弾を持ったまま土管に入れってことかな。もうそれ以外考えられないんだよね。この状態で行ける？爆弾持つ意味ないよな。いや違う、絶対違うよ。こんなんじゃねえと思う。あ、分かった分かった。これさ、右側にもブロックがあったんだよね。だから爆弾を持ったまんま右のブロックが鍵ですよみたいな。で、これでさっきの鍵のところに戻ればゴールができますよみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。最高じゃないか、マリ。まあそこまでカットしてもいいと思うんだけど、多分これでゴールだと思うから、ノーカットで行こうじゃないか、マリ。え、もう言葉が出ませんよ僕。そういうゴールがあるなんてさ、これ右のドア入ったら中間ポイントを戻すとか、これ上は上壊してくれって。もうマリ、頼む、中間ポイント戻しじゃないで。え、どこ、これ、あの土管に入れっていうことかな。この土管に入ったらどこに進むの。あ、まあまあこのヒントのところだと思ったけど、なんか変わってるね。頼む、こっちにゴールが欲しいじゃん。鍵、鍵はいらないね。じゃあ上に行こうか。何かこれ、ちょっと難しいやつ。ちょっと難しいやつだな。さあこの下に行って、なんか綺麗に入ったな、ここに。え、これはあのトロールっていう場所じゃなかったっけ。あ、そうだよな。ちょっとクッパ組んでやって。頼むぜクッパ、やめろ。意外と優しいのね。さあもうゴールが近いと思うよ。このピードアに入って何もしなかったらよかったよね。そしたら左でゴールができるみたいな。頼む、ゴールをさせてくれ。やったきっつ、これ今日めっちゃ長くなってるよね。一発回りをめっちゃ簡単なやつしてる。いやでも本当にすごかったね、このコース。すごいっていう言葉を通り越えた神がかったコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。10秒マリオ、神様、あと 0.1 秒ください。挑戦者も飛ぶということで、このコースね、ツイッターでやってみてくださいってもらったんだけど、めちゃめちゃ不思議なコースらしいんだよね。10秒マリオってコース名に書いてるでしょ。でもね、クリアタイムが10秒超えてしまいますみたいな。いや、そんなことあると思って。ベストタイムは 9.985 って書いてるから、一応10秒以内には収まってるんだけど、ちょっとやっていこうかなと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.1%。 まあもしそうだったらめちゃめちゃすごいコースじゃない。マリオメーカー2じゃ再現できないコースっぽいね。じゃあ一応10秒ってことだから、このまま走っていけばゴールはできるっていう感じだと思うんだけど、残り4秒。まあコース自体はそんなに難しくないね。これでゴール。
ゴールできないんだけど。別に遅いところなかったよね。ただこうやって右にダッシュとジャンプを繰り返していけばいいだけだと思うんだけど、これでゴールできないみたいな。ちょっと意味わかんないね。どうにかして速くする方法とかあんのかな。なんかあるんだろうね。ただ右に走るだけなのに速くできるっていうからくりがさ、スタートが最初隠されてんじゃない。そうじゃないとクリアできないような気がするもん。頼む、これでゴールしてくれ。人生のゴールをすんだ。ちょっとスター探してっていいかな。隠しブロックが実はありますよみたいな。うわ、ないね。じゃあどうやってゴールするんだろう。ならいろいろ試してみるわ。一個飛ばしで行ってみる。この地形をさ、こっちの方が実は速いですよみたいな。なんかマリオメーカー2だったらそんなん聞いたことはないんだけど、マリオメーカー1だったらありますねみたいな。わけわかんないよ。始めた瞬間ジャンプしてちょっとスタートダッシュみたいな。いや今のスタートダッシュできたんじゃない。これでゴールできなかったらわかんねえな。頼む、マリーゴールして。これでゴールできなかったら僕わかんないよ。遅くなってんじゃねえか。最初のジャンプはダメっていうことは分かった。ならなるべくこのキノコの地形を走らせるようにやってってみようか。ジャンプより走らせる方が実は速いですよみたいな、そういうことがあるかもしんねえ。頼む、やったいやゴールできたのは嬉しいんだけど、こっからどうかだね、クリアタイムが。さあどうだ。うわ、見て見て、今回のクリアタイム 10.001 ってなってる。いや本当だったんだね。10秒しかないので10秒超えてしまうみたいな。これ面白いね。マルメ2だったら絶対こんなのないもんな。教えてくれた方どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。